私たちの生活はコミュニケーションで満ち溢れています。子育てにおいてコミュニケーションは主に言葉で行われますが、言葉をしっかり理解できない子どもは時として大人の意に反する行動をとって大人を困らせてしまいます。ではどのようにして子どもとコミュニケーションをとればいいのでしょうか。そこで今回は十文字学園女子大学准教授の塩谷先生に子育てに生かせるコミュニケーションの取り方についてお話を伺います。私たちが行っているコミュニケーションには大きく分けて3種類あるといいます。言語的っていうのは今まさに言葉のやり取りをしていますので、言葉ということで、これは紙ですって言ったら紙というイメージをしているものを言葉で伝えたということですね。見せなくても紙を持ってきてくださいと言ったら言葉で伝えているということになります。言葉と合わせて非言語的に、例えばですけど声の高さとか、それから速さとか、それから間とか、言葉を発するときに一緒に、伝えるものがたくさんあるんですね。もう一つ、無声で非言語的っていうところがありますね。身振りとか表情とか視線とか動作とかっていうところは知らないうちに相手にコミュニケーションを発しているというところになりますので、私たちも、発してる、また受け取っているというやり取りが日常生活の中で数限りなくあるということがあります。非常に実はコミュニケーションっていうのは満ち溢れていて日常的で、かなりの数しているんですけれども、それがどのように機能しているか働いているかということをゆっくり着目してみると、いろんなことが起こっていて、なので意図してそれを使ってみるとこれまで起こっていないことが起こるということもあります。親子喧嘩するとですね、すごくヒートアップしてもう感情のコントロールどころじゃなくなって、わーっとこう言ったら言い返すみたいなところが出てきますね。一緒にヒートアップしてると気がつきませんが、ちょっと今どんなコミュニケーション起きてるのっていうと、なんか子供が必死になって訴えてると、じゃあちょっと座ろうかって、で体をちょっとサポートして、そこで体の落ち着かないのをこうちょっと、落ち着くような状況を作ってあげるとか、そんな落としどころがつくとまた気分も変わって大人としての対応ができるかもしれません。コミュニケーションで一番大事なところについてこう指摘します。コミュニケーションで一番大事なところはやっぱり聞くっていうことなんですね。ちゃんとそれができていると相手に何か新しい情報とか、大人としての判断とかっていうのを言い聞かせるんじゃなくて、相手がきちんと話せていればそのうちに相手が問題解決の方法とか自分の選択が分かってきます。整理できてきます。良き相談では何が起こるかっていうと、それは相談を受けた側の言う通りに結果がなるっていうことじゃなくって、相談をしている側が自分自身の解決の糸口を持てるようになるっていうところが良き相談の中で起こることとしています。ですので、このコミュニケーションっていうのはいろんなことが起こりながらも、やはりまず大事なところは相手がどのようであるか聞くっていうところが、そこからの出発というところになると。そして話しているうちにとか、コミュニケーションしているうちに相手が自分の解決の力を持ってそれを行っていくというところを実現できることが、良い相談というふうに言われています。そしてコミュニケーションをとっていく中で、あることに着目することが重要といいます。ストレングスということに着目して、関わるというところ、コミュニケーションをとっていくっていうところは結構要になっています。マイナスの側面に目を向けると問題ってたくさんなんですね。けれども能力とか可能性とか資源とか治癒力とか、プラスの側面に見てもその可能性がたくさんあるっていう視点を持っていきます。
そういったところを持っていくと、その人の強みとか興味とか能力っていうところを足がかりに新しいことにつなげられるということが起こってくるというところです。赤ちゃん、世話をするのは大変です。大変ですけれども、赤ちゃんがよくわからないけどニコって笑っただけでほわっと気持ちが明るくなるとか、具体的に言葉を1個発しただけでこんなに明るくなる気持ちとかっていうとような体験というのは、世話をするされるという関係だけではなくて、その赤ちゃんが発する力に励まされているとか勇気づけられるっていうことがあります。ストレングスにはいくつかの種類があると言います。例えば性格とか個人の性質なんていうことにもストレングスがありますよっていうところですね。希望を持ってるとか親切であるとか辛抱強いとかっていうことから、何かが生まれるとか状況が変わるっていうことありますよと。それから才能とか技能とかも、車が修理できるとかお花をきれいに飾れるとかっていうところもそれはそれでストレングスとして考えられますよとか。そしてここが一般的には捉えられないところなんですけれども、その人が持ってる環境ということもストレングスですよというところで、例えば文京区でいうと、ふっと一人で物思いにふけりたいときに、あまり人目につかないところでちょっとした喫茶店があるなんていうところは、その人の生活を支えるすごいストレングスかもしれませんね。そして関心とか熱望とかもストレングスですよというところですね。だんだんと小さな積み上げから、その人が持ってる憧れとか、その人が持ってる熱望とかということにこう乗っかりながら、小さなステップというのを共に確認していく。そしてそこにどうその人が取り組めるかっていう環境を作っていくっていうようなことも大事にされています。でそうするとだんだん話が具体的になれば、世界が広がってきてっていうところで、また違う生活の要素が取り入れられるなんていうことも起こってきます。でそういうストレングスに着目するというのは、一面的にいいところに着目しましょうっていうだけじゃなくて、その人が持っているものをどんどん活用するとか能力を使っていくっていうところのスタンスに立つと、具体的に関われるきっかけがあるとか、あるいは変えられるきっかけがあるということにもつながっていくということに注目しています。でまず持っているものがあるっていう肯定的な思考で、そして、自分にどんなストレングスがあるのかっていうことを探してみましょうというところですね。先ほど言ったように、小さな喜び、小さな熱意でもいいんです。それから小さなこう関わりでもいいんです。どんなことでも自分にとってストレングスだと考えると、例えば話を聞いてくれる女友達がいるということもストレングスです。例えば自分がちょっとだけ楽しめる漫画があるとかっていうのもストレングスですよね。気持ちがちょっと発散できるとか、それから何年も会ってないんだけれども、連絡をすればすぐに話せる友達がいるっていうのも、何かあった時に顔が浮かぶ人がいるっていうのもストレングスですよね。その人にとって大事なことになってきますよね。なので物があるないっていうのももちろんストレングスになりますけれども、人がいる、あるいは思いがあるっていうようなことも全てストレングスになって、その人がいると、自分がいるっていうところから始めるっていうのは、そういうことを信じて自分を見てみると、たくさんのことに支えられていることも分かると思います。相互作用していることも分かると思いますので、そんなところから自分のストレングスを生かすというようなことを、考えていこうとしています。子どもとコミュニケーションを取るときに、表情や仕草など自分の得意なコミュニケーションは最大の資源となります。いい表情が出せる自分なんだと実感して、子育てを楽しんでいきましょう。